はいどうもこんにちは、みじゅう先生です。今日なんですけど、最近買った文房具を紹介していこうと思います。最近文房具巡りに行って結構いいものがゲットできたので、それを紹介していこうと思います。では紹介していきます。早速なんですけど、背景がこの中期がついたそうです。これも最近買った文房具、文房具 であとここにこれも買ってはないんですけど、最近もらいました。でその文房具巡りに行った時に頼んだのもらいました。で早速筆記具の方を紹介していくんですけど、まずゼブラのボールペンをもらいました。なんかちょっとレトロな感じがしておしゃれなボールペンです。まあインクはあるんですけど、ちょっと古すぎて売ってません。まあ結構使えたんだろうなっていう感じのボールペンです。これは普通の図書館とかで、本屋さんで買ったんですけど、の保険証ですね。ゼブラの、これもさっきと同じゼブラのシャープなんですけど、これは復刻版で、昔あったものの復刻版が最近出たので買いました。220円と安価で、フレフレ機構もついてて、で軸も握りやすいのでおすすめのシャーペンです。あと2本目、クーペを買いました。これは最近廃盤になったんですよね。シャーペンとボールペンも廃盤になって、だけどクッションが中に入ってすごい書きやすいシャーペンなので、買えるうちに買っておいてほしいシャーペンです。2本目、4本目、ステッドラの925ですね。2本買いました。これは限定色なんで、つい見た時に買ってしまったんですけど、結構おしゃれなデザインをしていて、あともう一色紺色気味の色があるんですけど、それは売ってなかったので買いませんでした。まあ僕がお気に入りなのは白です。結構白は汚れが目立つんですけど、飾ってて一番かっこいい色なのでおすすめです。次、トンボモノグラフですね。これも廃盤になったんですけど、結構最近廃盤になったんですけど、なかなかこの安さでローデッドグリーンっていうのはないので、すごいおすすめなシャーペンです。やっぱモノといえば消しゴムが特殊なのがあるんですけど、まあそれもいいし、あとなんか製図用みたいな先っぽしてるので、すごいおすすめです。はい、次から廃盤の文房具を見になって巡りで買った文房具を紹介していくんですけど、まずセラミクロン買いました。前にも一回買ったんですけど、それは一回トレードに出してしまって、でももう一回欲しいなと思って買いました。結構デザインがおしゃれで、製図用のペンということで、こう先っちょがとんがっていて、ほんといい感じで書けるんだろうなと思うんですけど、これもまたインク切りで書けません。これは何て言うんだろう、どこのあれかわかんないんですけど、結構書きやすそうで、多分廃盤なんだろうなと思うんですけど、まあもらって、これはもらいもんです。行った時についでにもらいました。次、万年筆を買いました。でこれもどこのメーカーかはちょっとわかんないんですけど、まあ300円と安価な万年筆で、意外と作りもちゃんとしてます。まあプラスチック製だからちょっと安めになってるのかなと思うんですけど、まあフランス製って書いてありますけど、まあどこのメーカーかわかんないんですけど、これももらったのかな、もらいました。これも次こいつらですね。まず紹介するのが、トンボをまず紹介するんですけど、これはなんで買ったかというと、ロゴが旧型なんですね。トンボのこの、あとこれもですね、この前巡って買ったんですけど、これもロゴが旧型なのでダース買いさせてもらいました。で普段のこのトンボのやつは今はこの柄なんで簡単になんですね、それが見分ける機械です。
今じゃ売ってないんで、だけどペン立てに、あの店のペン立てに入ってて、すごい驚きました。旧型、さっきのトンボの旧型が多かったんですけど、まあその中で混じってて、それでまあこの4本見つけることができました。次に紹介するのがロッキーというボールペンとシャーペンですね。こっちがボールペンで、だけど結構おしゃれで作りがちゃんとしてるんですね。で次シャーペンのロッキーなんですけど、レフレ機構がついてて使いやすさも抜群です。最後パイロットを紹介します。これは製図用なんですけど、結構相場も良くて、で15.64 というシャーペンなんですけど、おすすめです。ではありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。